皆さんこんにちは、マキオです。今日は一つ便利なものを紹介していきたいと思います。名付けてマキオハークということで、今日紹介するのはこちらです。スグルという名前で、できることがフィックス、ボンド、シールということで、開けるとこんな感じになっています。3つ入っていて、お値段はだいたい10ドルで、売ってる場所はターゲットですとかオフィスデポなど、一般的な日用品店に行けばアメリカではどこでも手に入るようなものです。これ何に使うかと言いますと、実は中身は粘土のようなものになっています。それをつけて修理をするとくっつくんですね。で、すぐには固まらないので、だいたい24時間ぐらい置いてやっと固まるっていうものです。で、よく使われるのがこういった充電ケーブル、皆さんもお持ちかと思いますが、引っ張ってしまってここが切れてしまう、そういったことが多発するかと思います。その際にこれで補強するっていうのが結構よくある使い方です。今日は私たちの身の回りのものでちょっと直したいものがあるので、どんな感じなのか実験してみたいと思います。本日直すべきものは3つあります。まず我が家のバケツなんですけれども、なんと私重いものを入れすぎてしまって、ここに亀裂ができてしまいまして、水を入れると漏れるようになってしまったので、ここを直したいです。で、もう一つ鍋の蓋なんですけれども、ネジがどっか飛んでってしまってなくなっちゃったんですけど、取っ手がこんな状態で、はい、これも直したいです。最後にこちらが私のアイシャドウのケースで、もう安い化粧品ではあるんですけれども、これがまあポーチに入れていた時に何かの圧力がかかってしまって割れてしまいました。3つ直していきます。これ子供の誤飲を防ぐためにちょっと開けにくい仕様になっているそうです。おお、こんな感じで本当に粘土ですね。で、これをまずコロコロしますか。で、柔らかくするんですよね。粘土遊び足りないでしょこれ。じゃあまずこちらのバケツを直すためにちょっとコロコロして、そうそうそう、いい感じに、そうそうそう、結構しっかり伸びますね。押していけば、うん、で、平らになるように、あなたの声入っちゃうの、均等になるようにしっかりと指で押して、こんな感じになりました。で、これボールの穴に入れて、これを押さえつけて、黒だからちょうど目立たなくていいね。こんな感じ、はい、アイシャドウのケースで、じゃあ上と下の部分に粘土をつけていきます。固まれば大丈夫そう、どうなるか明日検証してみましょう。はい、では1日経ちまして、どんな感じになったのか。まず1つ目、こちらのバケツですね。以前はここに水を入れると出てきてしまったんですが、では実験してみましょう。お水を入れてみます。どうかな、どうかな、お、出てこないよね。ね、問題ない、水漏れなくなった。じゃあこのバケツまた使えます。そしてこちらも私のアイシャドウのケースですが、今はがっつりくっついて取れないようになっています。なので、はい、ちょっとうまく閉まらないけど、まあ私はこれ置いとくだけで別にポーチに入れることはないので、こんな感じで置いときたいと思います。そして最後、鍋の蓋、これはですね、事件がありまして、あの日私は皆さんの前で、じゃあこれ24時間置いときますと言いましたよね。ね、それを撮影していたのは私の夫だったんです。夫はそれを聞いていたにもかかわらず、なんとあの夜にイエーイくっついたって言って持ち上げたんです。その瞬間にポロッと取れまして、もう一回やり直しということで、今度は上からと下から再度入れました。なんてことをしてくれたんですかね、本当に。私24時間って言ったじゃん、みんなの前で。なんであんなことしたの。無事くっつきましたので、鍋蓋ももう一回使えます。はい、
今回このスグルが我が家に1個あったので緊急事態に使えてとっても便利で助かりました。ぜひこのことを皆さんにシェアしていきたいなと思ってこのビデオを作りました。 Excuse me ダラスではアメリカダラス生活に関する有効な情報をお届けしています。チャンネル登録されていらっしゃらない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。量が足りないけどやってみましょう。これもう一個開けちゃったらちょっともったいないので、まあこれは別に明日は確認しない。あなたの声入っちゃうじゃん。あ、はい、どうぞ。